若葉ガールは原優位による日本の4コマ漫画作品。2010年から2011年にかけて創作工房の雑誌、乙女通信で第3話まで連載された。同志の休館により未完となっていたが、著者のブログ、原里ラに掲載された第4話、絵描き、おろしの最終話を加えて、2013年に漫画タイム KR、 コミックスレーベルから単行本として刊行された。2015年3月19日発売の漫画タイムキララマックス市場で本作が東京 MXBS11 のウルトラスーパーアニメタイムファーストシーズン内にて短編テレビアニメとして放映されることが発表され、同年7月より9月まで放送された。いわゆるお嬢様で女子高生の小橋若葉と クラスメイトとの日常を描くキャラクタープロフィールは若葉ガール公式ファンブックより2015年7月より9月までウルトラスーパーピクチャーズが企画するアニメ枠ウルトラスーパーアニメタイムでウーサーのその日暮らし無限編ミスモノクロームザアニメーション2とともに30分枠の3本立てショートアニメのうちの1本として放送された1話約8分 全13話。アニメーション制作のネクサスにとっては、本作が初のテレビシリーズ元受け作品となる。なお、ネクサスは、ウルトラスーパーピクチャーズ参加ではないが、同社が協力としてクレジットされている。若葉ラジオのタイトルで、2015年7月31日から10月9日まで、D アニメストアにて配信された。各週金曜日更新。パーソナリティは、伊沢美香子。 M.A.O. ありがとうございます。